んだありゃ。前西王アリエルス。俺の知ってるやつと同じ名前だな。何があった？それが全くわからないんだ。報告によればイノが現れ、アリエルスから何かを奪っていったらしい。イノが？ああ、詳しく聞き出したいが、ずっとあの様子で要領を得ない。なるほどな。いいか、あらきっとイノの毒舌が驚異的な覚醒を果たしたんだ。想像を絶するクオリティでなじられ、アリエルスはへこんだ。ダメだ。な、一体。ダメだ。まずは私の。ダメと言った。まだ何も言ってないぞ。何を言うかは分かってる。仕事の依頼をすると思ってるのか。そうじゃなかったことがあるか。昔の自分を叱りたい。しかし、そういうクレームならこちらにもあるぞ。お前に用があるものはみんな私を使う。なんだそれは。飛び込みだが、呼びつけたもう一つの要件だ。ナイトの招集？ G4 の警備依頼か。合衆国はお前を指名している。あの国はもう武器を持たないって宣言すんだろ。俺が何と呼ばれていたかも知ってるはずだ。それだけじゃない。3カ国すべてに警備協力を呼びかけている。そのために必要な情報は、機密に関わるものも提供された。我々が専門家を使うことを伝えた上でだ。いつから開催地が戦場になった？相変わらず世情に疎いな。ギアメーカーが G4 に参加するんだ。イノが動いた今に。バーノンはサミットより大事なものがないのか。なぜ中止しない？平和のための話し合いは暴力にひざまずかない。そう考えているのかも。いずれにせよ、嫌な予感が拭えないな。ソル・バッドガイ、そこにいますね。手遅れになる前に止めてください。イノを、未来が襲ってきます。数日都合しろ。撤収するぞ。仕事は？その話は後だ。やっぱり依頼受けたんだ。あの王様、前世はトップブリーダーか何かね。だから人を犬みたいに言うな。プレゼントがいらないのか？斬新なバラね。伊勢を見聞許可証？レベル4の隔離地域？今からそこに向かう。え、なんで？バカンスが。20年間誰の足跡もつけてない軍所有地で？深く考えるな。仕事とバカンス。行ってみろ。え？ええじゃない。仕事とバカンスだ。仕事とバカンス。声が小さいぞ。仕事とバカンス。仕事とバカンス。もっと。仕事とバカンス。そうだ。よし、どっちを選ぶ？バカンス。上等だ。本当に仕事はいいの？面倒な話だ。イノが絡んでるからな。アリエルスから何かを奪ったらしい。
まだ見つからないのかい。え？ここは買い物を楽しむところだ。手提げ袋も持たない人が毎日うろついていれば嫌でも目につく。何か探してるんじゃないのか。アクセルだ。やあ、アクセル。ああ、実は俺は超能力者だ。近いうちに悪いことが起きる。ここでね、予感がするんで。おじさん観察力あるし、最近この辺で怪しいやつとか見なかった？冗談だよ。スプーンも曲げられない。もう勘弁してくれ。ごめんごめん。ここはお決まりのデートコースだね。彼女さんは、はぐれたのか。ええ、何十年も前に。ああ、そういうことか。お前さんみたいに過去を探しに来るものは少なくない。どこかで途切れてしまった道をただ眺めてる。別の道を選ぶことができなくてね。でも本当はその道がなくなったわけじゃない。見えなくなっただけだ。見方を忘れてしまっただけ。それは思い出せるのか。大げさなことじゃない。おごりだ。新しい景色を取りこぼすのはもったいないぞ。おじさん。自らを固定しようとする。秩序、システム、動かない天秤に天秤である資格はない。それは許さない。我々の認知できる世界は人の思いそのもの。結論に意味はない。何者なんだ。アクセルロー、2192年以来だ。前に会ってれば忘れないと思うけどな。どこの人？とても深いところ。やっぱり何か起きる。まずいぜ、旦那。どうした？え？バカンスは洗濯ミスか？いえ。ねえフレデリック、あの破壊神ジャスティスもいなくなり、それを利用しようとしたアリエルスも捕まった。なら今世界にとって一番の脅威って何かわかる？何の話だ。いいから。なあアクセルだな、時間を止めたり巻き戻したり、科学も魔法も子供の遊びだ。正解。アクセルがその気になれば神にも似た存在になる。どうして彼にそんな力があると思う？謎々はもういいだろう。要点は何だ？同じ力をイノが使えるとしたら。いやねえな、ありえねえ。なぜ？世界がまだ存在してる。それは彼女の力がまだ完全じゃないからよ。完全？
お前何を知ってるんだ。アクセル。いや旦那。はい、ジャックちゃん。お前一体。時間がないんだ。聞いてくれ。今からこの先の市街地でまずいことが起きる。それが何かはわからないけど、俺は先に行くから、旦那もすぐに追ってきてくれ。頼む。変わったな。聖戦の時は向こうの山までさら地だったのに。ここに何があるの？古い友達。相手は背徳の炎だ。使えるのか？ほぼ不死身。彼の武器はソルに有効。僕はそれをコピーできる。まだ聞く？必要なのは言葉じゃない。だね。友達セレブ？最上階の家賃程度じゃ彼の払った代償には及ばない。何せ彼は半世紀以上もここの地下だ。私の寝起きよりひどい。それを言うなら消すの方がいいよ。すでに死んでる奴は殺せない。一応確認しておこうか。右手上げてみて。OK。 じゃあリハビリしよう。誰かは知らんが貴様に用はない。私にはある。変わっているな。葬儀屋に用があるのか。あんたのボスだよ。面接を通過できたらね。海賊が。特技くらい見ていけ。力の割に平凡だな。お前ナイトですか？リハビリって言ったでしょう。また貴様の悪事に加担させるつもりか。そういうことになるね。
さて、これで一つ揃った。この後の段取りは覚えてる？クソ長いドライブのおかげで。少し寄り道していい？あまり時間ないよ。挨拶するだけだ。近くに顔なじみがいる。じゃあこれで最後か。一応忠告しとく。ボスはこれからドライブより退屈な時間を過ごす。でも全てが終わったら退屈すら恋しくなるかもしれないよ。そんな感性が残ればだろ。顔なじみ？ああ、あれか。いいの？あいつだ。さっきの人間じゃねえ。あいつ一体なんだ？器用になった。成長が早いね。ようやく立てたってとこさ。あんた歩くより先に走るつもりか？ローマ帝国が滅びるのを3回見た。急いだつもりはない。じゃあ知ってるよな。西側が滅んだのは自分を見失ったからだ。その教科書に私は出てこないだろ。この先も私を消したいならご自由に。寝て起きて悩むだけのあんたにできるならね。そのアクセルはもういない。今俺彼女をこの時代に呼べるんだ。うん？俺とあんたの存在は時間軸そのもの。自分が身代わりになれば一人くらい連れてこれる。何の話かわからないけど、それはただあんたが消えてるだけだろ。そうなんだよね。それでもたった一度でも彼女に思いを伝えられるならってずっと途切れた道を見続けてた。さっきまではな。なるほど。確かにその力なら私を消せる。あの得体の知れないものとつるむのはやめろ。道の見方を思い出せなくなるぞ。はいはい、